HMSM2 から発信するパーノール P と水蒸気潜水空母とは攻撃もしくは観測作戦用の飛行機を搭載できる潜水艦のことである。これらの潜水艦は第二次世界大戦中に最も使われたがその作戦の重要度は小さかった。それらの中で最も有名なのは日本の E400 型潜水艦とフランスのスルクフだがその他の国の海軍でも 同様の潜水艦が建造されている。400型潜水艦や十1 3型潜水艦を除くほとんどの潜水空母は、通常の空母が攻撃を目的としていたのとは、対照的に搭載機を偵察と観測に使用していた。SMU-12 と看板上のフリードリヒスハーフェン FF-29 水蒸気ドイツ帝国ドイツは、ゼーブルフ兵で、 フリードリヒスハーフェン FF-29 水蒸気を指揮していたドイツ帝国海軍航空隊指揮官、フリードリヒホンアルノード・ラペリエール中尉によって始められた潜水空母の初実験を行った国である。この実験にはゼーブルフヘキチに最初に配属された U ボートの一隻でバルター・ホルストマン隊員の非武装の FF-29-22.0 キログラム爆弾が搭載された。 1915年12月25日、新しく改造された一機は、イギリス海峡とテムズ川を越え、ロンドン郊外に爆弾を投下したが、わずかな損害しか与えられなかった。その後、英国戦闘機、この最初の爆撃ミッションによって、一番の課題として、航続距離不足が判明した。この成功に勇気づけられ、アーノとフォルストマンは戦闘機を、 潜水艦のデッキに乗せて、イギリスの沿岸で潜水艦が潜水することで降ろし、そこから飛行させることで、航続距離を増やす作戦を立案した。1915年1月15日、U-12 は爆弾を搭載した FF-29 を一気艦板に乗せ、ゼーブルヘを出航した。FF-29 の翼幅16.30メートルは SM U-12 の全長を57.38メートルに対し、1、3を呼んだ。防波堤を越えるまでは安全に航海していたが、それを越えるとすぐに重いうねりが襲いかかった。これらが水蒸気に損害を与える可能性があったことから、フォルストマンは即時発進を命じた。予備の前方タンクは浸水していたが、潜水艦の揺れにもかかわらず、 水蒸気のフロートはデッキから浮き上がり、難なく離陸することができた。アーノは潜水艦と合流するつもりであったが、反対された。そして高度を得た後、イギリスの沿岸を飛行し、ゼーブルフ兵器等するまで発見されなかった。実験は成功したものの、事前準備と手順に手直しが必要なのは明らかであった。彼らはさらに実験を重ねようとしたが、 ドイツ海軍司令部に実用的でないことから却下された。1917年にドイツの潜水艦の攻撃力を高めるために再検討されたものの戦争が終了したため廃案となった。イギリス・イギリス軍もまた HMSE-22 が配備された時に北海を越えてくるドイツの飛行船を迎撃する目的で航空機搭載の潜水艦のコンセプトを実験した。 1916年に2機のソッピース、タブロイド水蒸気を飛ばすことはできた。しかし、ドイツの実験と同じように、航空機は、デッキ上で無防備に運ばれ、潜水艦は、航空機を分離せず先行することはできなかった。スルクフフランス通商破壊を任務とする艦として1934年に、竣航。基準排水量3300トンは、 日本海軍のイ400型潜水艦が登場するまでは世界最大だった。水蒸気1機を収める水密式の格納庫を備え、偵察用にマルセルベソンメガバイト411水蒸気を搭載できたが、海戦時には搭載されなかった。イタリア王国搭載が計画されたが、ハイアン大日本帝国1932年に、 就航した5番艦は格納庫とカタパルトを装備し、日本海軍で初めて水上偵察機の搭載が可能な潜水艦となった。カタパルト装備により艦を停止させることなく水蒸気の運用が可能だったが、1940年の改装時に射出機を撤去、これ以降の水蒸気の運用は確認されていない。続いて就航した6番艦も、 水上偵察機1機の搭載が可能だったが、実際の水上機の運用については定かではない。イギリス1920年に巡航した M 級潜水艦の2番艦で、後に手法を撤去して水上機搭載が可能なように改装された。M2 潜水艦搭載用に水上偵察機パーノールピートが開発されたが、M2 潜水艦は1932年に事故で失われた。アメリカ海軍。 アセス S-1 潜水艦とマーチン MS、水蒸気アメリカ合衆国1918年に収益した S 級潜水艦の一番艦。1923年に水蒸気の運用試験に供され、マーチン MS やコックスクレミニ XS が開発されて試験を行ったが、アメリカ海軍による潜水空母の実用化はされなかった。 ポッケアハゲリスファ330ドイツ国ドイツ海軍は大西洋での商船攻撃を目的として4隻の建造が計画された 127mm 砲を搭載する巡洋潜水艦。様々な武装に加えてアラド AR-231 水蒸気1機の搭載が計画されたが第二次世界大戦の回戦でキャンセルとなった。実現すれば 日本のイ四0 0型潜水艦に次ぐ大きさとなっていた。厳密には航空機ではないが一部の U ボートはフォッケアハゲリスファ330を搭載していた。これはジャイロライダーまたはローターカイトとして知られている回転翼ダコの一種で第二次世界大戦中は U ボートに栄光されてタコのように上空に舞い上がり観測を行った。インド用および 極東地域で使用されていたタイプ 9D にモンズーン等を支援するために開発されたが潜水艦の迅速な選考ができなくなってしまった。大日本帝国1937年に一番艦の囲号第7潜水艦、翌年に二番艦の囲号第8潜水艦が収益。水上偵察機搭載のために格納庫とカタパルトを備えた。一番艦の囲号第7潜水艦は、 新珠湾攻撃前の1941年11月17日、搭載した96式小型偵察機によるオアフ島の航空偵察を行うなど実戦での水上機運用を行った。1941年に収益開始、一七型潜水艦の発展型として3隻が建造され、0式小型水上偵察機1機を搭載。対戦初期には、 航続力と水上機運用能力を生かして各地の偵察任務に従事した。イ1 5型潜水艦1940年に一番艦が収益後20隻が建造された。例式小型水上偵察機1機の搭載が可能。以後第25潜水艦は搭載した例式小型水上偵察機によるアメリカ本土空襲を行っている。なお、続くイ型潜水艦では 水上偵察機と搭乗員の不足から水上機の搭載そのものを廃止した。1943年に収益開始、6隻が建造された。格納庫とカタパルトを備え、零式小型水上偵察機1機の搭載が可能。後に号第44潜水艦は特攻兵器回転搭載のために格納庫とカタパルトを撤去した。百四十四年に収益開始。 零式小型水上偵察機1機の搭載が計画されたが、実際には搭載していないと考えられている。7隻の建造が計画されたが、3隻で取りやめになった。1944年から1945年にかけて3隻が収益。アメリカ本土攻撃を目的として開発され、攻撃機セラン3機の搭載に加え、地球1周半にも及ぶ。 航続距離を持っていた。第二次世界大戦で収益した潜水艦で最大。パナマ運河やアメリカ本土が計画されたが実行されず、新たな攻撃目標となったウルシーハクチェ2隻が向かう途中で終戦を迎える。1944年に収益開始、イオン百型潜水艦の計画縮小に伴い、この代替として建造された。型潜水艦とほぼ同型だが、 攻撃機、セーラを搭載するために、仕様が変更された。4隻が建造されて2隻が収益したが、2隻は、終戦までに完成しなかった。アメリカ合衆国アメリカ海軍は1946年と1952年に、潜水空母のデザインを構想している。1946年の研究では、 SSV の監視番号が割り振られ、戦略核兵器運用のために、ソニー J スーパーサベージ爆撃機2機、もしくは f 2 h 版 c 戦闘機4機を搭載する予定であった。水密格納庫や発着設備など航空機運用のための各種設備を考慮した結果、艦の規模は180メートル230メートル、不常時排水量は、ロシア海軍の台風型原子力潜水艦、 約2万4000トンを超える3万4000トンとなると考えられた。1952年の研究では、やや現実的ではあったものの、依然として大型の潜水艦となった。超音速の水上戦闘機として開発された、海 2Y シーダード産機と搭載し、上面に、後天でも発進できる、要発信用のスロープを持ち、艦の規模は、長さ460フィート、 潜水排水量9000トンとなり、速力28ノットを達成する動力としては、出力7万 HP の原子力機動力が考えられた。より経済的な案では、第二次世界大戦期の潜水艦にレギュラースミサイルのよう2 a 4スカイホーク攻撃機の水上機型を搭載し、離水には、海 2Y 戦闘機のように水上スキーを使用する方法が考えられた。2008年まで、 ロッキード・マーティンの開発部門、スカンクワークスでは、オハイオ級原子力潜水艦のトライデントミサイル発射艦から発信できる、無人航空機コーマラント UAV を3機搭載する改造計画がある。参考文献。ありがとうございます。